動物看護師美容学科です。これからマイクロチップについてセミナーを始めます。ではご覧ください。マイクロチップは令和4年6月1日からペットショップやブリーダーが販売する犬猫に装着することが義務となりました。今回はマイクロチップとは、飼い主がするべきこと、データの登録内容、メリット、デメリット、マイクロチップの読み取り、マイクロチップを挿入していない犬猫に関して話していきます。まずマイクロチップとは、長さ約10ミリ、幅約2ミリの円筒型のカプセルで、内部に15桁の個体識別番号が記録されています。アレルギーなどの副作用が起きないように、チップの外部には生体適合素材が使用されています。マイクロチップに GPS 機能はないので注意してください。装着部位は首の後ろが一般的です。犬は生後2週齢、猫は生後4週齢から装着できます。飼い主がするべきことは、マイクロチップ装着後、新たに犬猫を取得した場合にデータ登録が必要です。そして飼い主が変わった場合や住所変更にも変更手続きが必要で、300円の手数料がかかります。マイクロチップを装着していても、犬観察と狂犬病予防接種済み表の装着は義務となっています。データ登録内容は、ペットの名前、性別、品種、生年月日、毛色、マイクロチップの装着日、飼い主の名前、住所、電話番号、その他緊急連絡先などとなっています。装着のメリットは、迷子になったり首輪が外れたり、保護された時に身元が判別しやすくなります。災害に遭い、はぐれたとしても飼い主の特定ができます。マイクロチップはペットの寿命よりも長持ちするので、交換する必要がないです。麻酔なしで容易に皮下に挿入できます。デメリットは、針を挿入する際の痛みが生じることです。対処法として部分的に麻酔を使うなどの方法があります。そして5000円から1万円程度の費用がかかります。その他にも、装着していることが周りからわからないことや、専用のリーダーを使用しないと読み取りができないこと、データ登録をしないとマイクロチップが機能しないなどです。マイクロチップの読み取りは、専用のリーダーを使って装着部位にかざすことで識別番号を読み取ることができます。マイクロチップリーダーは動物愛護センターや動物病院にあります。実際にマイクロチップの読み取りをした動画があるのでご覧ください。現在所有している犬猫のマイクロチップ装着については努力義務となっています。装着費用は動物病院によって異なり、一般的には数千円から1万円程度です。マイクロチップの情報登録には1件あたり300円の手数料がかかります。登録に関しては環境省のホームページから登録できます。マイクロチップはペットの身元を証明することができます。万が一災害時にペットと一緒に避難ができなかったり、はぐれてしまった場合でも、保護された先でマイクロチップの読み取りが行われれば、飼い主が判明し再会できる一つの手段となります。もちろん迷子や盗難の際にも同じように役立ちます。犬のマイクロチップについて正しく理解して装着の判断をしましょう。以上でマイクロチップセミナーを終わります。ご清聴ありがとうございました。